ハハローハローマイトモチャンネルのさくらこですちょっとあまりにもあのまとまりきらないのでもう呆然としてたんだと思うんですよあまりのことにもう最初からあのねあのそのしつこいけどねその大きな画面がねそこへさもう本当に世にも美しい映像 <laughs> がねもうあのなんかもう最初「夢の国へ」 連れて行かれたかっていうぐらい綺麗なところへ入っちゃったんでしょうね、きっとね。だからなんか、へえー、へー、言うたらまに、あ、この曲知ってる、知ってるまあ当たり前ですけど、なん、なんなんかと思って。さあ、風くんがふわーってこう上がってきた、競りで上がってきたんですけどね。で、こう、あの、瞑想するような形で上がってきた。 白い服着て、あの、こういう、け、今朝じゃないですけど、こういうのがあって、かけてるだけではなくて、きれいにタックを取って、それがきちんと止められていてね、あの、動いても大丈夫なように。まあ、そんな風になったお衣装でしたね。また、私は個人的にはね、いや、かテちゃん、それはやめてって、ちょっと思った。あのね、なんやろ。私にとっては、なんかその、もう本当に、 もうええわ、でも不老者になっていく。もう嫌もん全部手放して不老者なんだけども、自分にとって一番大事なキーボードだけ持って、これが最高に幸せっていう、そういうのの中に、 ああいうこう白いものを着ている成人みたいな姿が見えるっていうのが私にとっての風くんのツボなんですよね。そういう意味ではその風くんが本当にその成人みたいな格好してしまうと風くんそこ行かんでもええんちゃいますかみたいな気が若干します。これは私の好みの問題で今ゾワーってあのファンの人が引いてしまったみたいんです。すいません。 いろんな意見があっていいじゃないですかねそれやめときって言ってるわけじゃなくてあ私にとってはちょっとあまりにもそれは真ん中すぎるんじゃないでしょうかいう感じではあったり似合いすぎるからハマりすぎるからそのものやから。<laughs> でまあね光を放っておられましたよ本当にね。 知らんけどあの、なんか、新曲やらせてもらいます、言うて、あの、グレースに行ったんですけど、もうなんか、もう何な,なんかな、ダウンもあるし、なんか、わあわあなんか新しい曲、元気な曲、わー、言うて来たわけです。そっから帰ろうがさ、 難しいですね。こういうのってね。あの、この自分の思い出の曲は、あのアルバムに入っている、あの、あの音源に、ほぼそれ、そ,それを生で聴きたいって思っちゃうファンもいるじゃないですかね。でもきっとやる方としては、ま、前、風さん自身が言ってらしたけど、その、もうその、一旦作ってしまったものがもう出,出るじゃん。その時のものっていうのが出る。で、 でも自分はどんどん成長もするし、変わってもいくし、進化もしていくし、で、ちょっと今付け加えて言ってますけど、で、その、それもどうしようもない、出てしまったものは。だからもうこれはもう、いや、ライブでやるしかないって思ってるとかって言ってらしてね。あなんかね、なんて言うんだろうね。非常にあの、明るめの回路。<laughs> なんか、あ、すべて忘れて、 え全然ちゃうで <laughs> ちゃうけどね。違うけど、本当になんか、ちゃ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 か、なんか、なんか偉い。ちょっとすいません。すいません、マルガリータみたいな感じの回廊で。なんかでも、それはそれでね、爽やかに帰ろうよっていう、あこ、この軽さも、あの、素晴らしいかもって思いました。 隣,隣の人と「随分違いましたよね」とかでも良かったですねこれもねもう本当にそんな話をしていました映像の使い方がもうさすがダッチさんもも演出が素晴らしいなって思いましたけどこのここからその「ローリー・ラプソディーそれでは青春病」っていうこの3曲の並びのところでね それはその真ん中に挟まれているソロではが、私もちょっとピアノ今練習してるんですよ。で、あの全然上手くならないんだけど、ね、もう何ヶ月も何ヶ月もね。練習しても飽きないのよ。曲がいいから本当に飽きなくても、先生にもその練習。それだけ嫌いな。桜子さんがそんだけやるって風さんのおかげですね。というぐらい。<laughs> 本当にその通りでね。もうなんかやるたんびに気持ちが良くなるんですよね。弾 <laughs> けないけどね。 <laughs> うん、まあそんなこともあってだからこそ生徒としてねそれで我々のピアノを練習している生徒としてあの加瀬くんのピアノでっていうのを聴かせてもらえるっていうのもそこねもう号泣ポイントだったんですけど、まあ、それは個人的な号泣ポイントであのそのロンリー・ラプソディねでそれが始まった時にその画面がさあのこう枝がこう出てくるんですけどまだこうとてもロンリーなわけ。<laughs> 木,木、木、枝しかなくて、もう冬の冬の冬の木枯らしみたいな、そういうこう、論理な木が立ってるんですよね。でね、そこからもう、それではですよ、もう本当に風くんとピアノだけ、もうこんなこと言うたらもう本当に怒られるけど、私やっぱり風くんと風くんのピアノが好きなのかもしれないね。 もう、もう、それでえやんって思ってるところあるのかもしれませんね。もう、ほんと失礼ですけど、だから行きたかったな、あのツアー言うて、<laughs> まだ言うてる。うーん。でね、その、それではが始まるとね、ちょっとこう、風が出てくるんですよ、後ろの映像に。で、こう、葉っぱもこう、揺れてっていうね、そこがね、私なんかその、 あれを初めて聴いたときに、あの曲を初めて聴いたときに、またこれ別に撮ろうと思ってますけど、あれは私にはね、最初のとこ、ダーンダラランダラランってとこあるでしょダーンダーンっていうのは、スピリチュアルなこうデザイアがあるわけじゃない、ね。あの要求、訴求があるわけじゃないですかね。高みに行きたいっていう。そのそこへこう、たどり着けなくて、人間としてこう、苦しんでいる、ダーンダーンっていう、 足音に聞こえたんですよ。それで「ダーンタラランタラランタララン」タラランタラランのところはねよくあるじゃんあのこうは木漏れ日で少し風が吹いていてその地面に映ったあのその木漏れ日がこう丸くなってそれがこうキラ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 ってするみたいな私に、ね、浮かんだ映像はそれだったんですよあれ、一番最初にあの曲を聴いた時に「タララン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 」タララン「タラランャーン」だってその 旅人は、スピリチュアルジャーニーを続けてる旅人は、下を向いてる気がするんですよ。その地面に映ったその木漏れ日を感じる、でもそれは、こう出会える、出会いたい、出会いたい、その存在に出会えていく、近づいていく、その予感みたいな、そういう音に聞こえていてね。 で、そう思って練習してたんですけど、そんなことできるわけなくて、ガーン弾いてたらなんかあの先生にあの、ちょっとそれ強すぎるんで、とか言われてね。でもう一回と思ってオリジナル聞いたら、もっと優しいんですよ。あれ私変な、変な取り方してたのかと思ってね。で、それからちょっと柔らかく弾くようにしてたりしてたの。ところがね、16日の演奏のダーンはね、激しかったんです。私がなぜか知らないけど、どっかで、どっかでキャッチした、その、 タ人の重み、そんなことおかさんが思って弾いてるかどうかは全く知らない話を、た多分違う。でも私が受け取ったものとしてはね、まさにね、まさに、どこで拾ったかわからんけど、そのエネルギーだったんでしょ。ガーでも、タラランタラランもうもうちょっと激しかったかな。で、しかもその、私やったら、ターン、タラランタラランタララン、ターン、タラランタラって同じように弾くんですけど、楽譜通り。でも彼はやっぱりその、ゆっくり弾くところもあれば、 たらラんたらラんたらラんラララララというところもあり、ああ、先生そんな風に弾くんですかー言うてね、あの一人感動してて、あの、すみませんけど、ここだけここだけ早めに出していただけませんか <laughs> 思うぐらいの、もう生徒として、ピアノの生徒として、あの、やり直しピアノですけどね、うん、一緒にさ悪いけど、でもなんか、 すごいありがたい瞬間でしたね、あの一曲は。本当にその、まあ私は木漏れ日って思ってたけど、その木漏れ日が揺れるためには風がないとダメじゃないですかね。で、その映像がね、家族のそう弾いてる、その風くんの後ろにある、そのメインの真ん中の映像では、さっきこのロンリー、ロンリーラプソディの時は、この枯れ木だったようなものからこう芽が出て、その葉っぱが風に揺れてっていう、 そういうね、風が吹いてて揺れてるっていうのとね、マッチングしててね、<laughs> 私は超自己満足。<laughs> 本当にもう全てが素晴らしくて、まあ、もう一回聞いたら早く早くブルーレイ明日出してくださいっていう。そういうい気分で、そうで、その緑の時期を超えてね、そしてクレジットが出てくるような感じに使いたかったって風くんも言ってたけど、まあ 青春病が出てきてきもう若さいっぱいでそしてもう後ろもやっぱりもう本当にもう青春なもう気,気が青春にしてるのよ <laughs> その辺の流れがねまあ個人的なこともあったけれどももうその演奏とそして映像がもう見事に融合 <laughs> 素晴らしかったですもうその美しい映像のこの横には美しい顔池田 <laughs> りよこ作 <laughs> ルサイユのバラ、もうすごかったわ脳症うう <laughs> そうしてるうちに今度お衣装をお着替えになりまして白,白風さんから赤風さんになって登場よサックスを吹きサックスまで聴かせてくれ私もこの辺でもうマックスやったからもうサックス全然覚えてないもう今回はドレミファドン全然できなかったアレンジがすごい違うから何の曲あら私勉強不足とかも。 死ぬのがいいわ、かかってました。その死ぬのがいえわ、もうまた、別なんだこんなん見たことないわ、いう映像が、だチさん作だと思いますけど、ありましたよ。もう、いやっちゅうほど、風くん映ってたよ。楽しみにしてて。もう、みんな言うてる人もいるからですけど、その画面にね、花火が上がったんですよ。で、風くんがさ、こんな矢倉、矢倉がぐわー、セリどこまで上がるんやろっていうところがぐわー上がっていって、その後ろに花火の映像がパパパパパパーンって上がったんですよね。それで、 そ,もそれ見,見てねあ花火が上がるってこういうことやったんやと思ってね見てたのでその思い起こせばさ去年の9月もう雨の中一人でフリーライブやってくれたただで <laughs> 新しい方もいらっしゃるかもしれないのでもしもまだそこへ行かれていなかったらもうぜひ、まあ、多分その「藤井風アプリはもうダウンロードしてらっしゃると思いますけどあのそこの,そのスタッフダイアリーの,その1年ぐらい前の そのど,うやどうしてそのフリーライブを開くことになったかっていういきさつを書いておられるところがあるのそれ、ねま、た読んでいただい,たらいいいたただらと思うんですよそれを読んでそのブルーレイを見ると余計にこう「あ」ってくると思うんですけどそずっとさんお風呂入ってた時に何かそのもうこのコロナでさ子供たち夏休みの夏の思い出も何もないよな。離れるよ 何かしてあげれることないかなと思ったっていうそこへ風のずつさんにそういうのが降りてきちゃったんだよね。ねするんだったら広いとこ「日産ライブ7万人入るところ7万人収容」っていうねそこでっつって。 いう観客でね、それをご招待して、もう無料で、無償でやろうって。フリーは、みんなに自由になってもらいたいも、まあ、あるけど、その無料ですよって、無償ですよ。無料じゃないね。無償ですよって、見返りを求めない無償っていう意味ですね。そういうのをするっていうのが降りてきた。風くんに話をした。風くんは、わしはまだそんなところにおらん,おらんでと。7万人入れるとか、そんなところに行く。 そそんなところにに自分はそのキャリア的にまだいないなっって言ったとだけどズずさんがいやこれ僕に降りてきたっていうかその風さんとの絡みの中で触れ触れ風さんに触れた自分に降りてきたってこれは風くんに降りてきたのと同じことだと思うよっていうね、まあ、あのちょっとそのニュアンスは違うかもしれませんけど、まあ、そのようなことを伝えた時に風くんがああって思って前向きに考えてくれるようになったっていうような話だったんですよね。 でさあ、もうこの1年の間に、まあ、ご本人たちが意図しない「死ぬのがいいわ」の世界的ヒットも含めですねもうさええー。 4万人2日間で8万人あんたまだ行きたかった人がワンサがいるっていうさそういうところで風くんが来てるんだなっていうもう正々堂々も公明盛大にそこまでの成長したんだなっていう感動もあったしでそのお風呂入りながら花火大会もなくてかわいそうやな子どもたちって思った。その夏、花火大会 やったところもあるけどまだやれなかったところもあるじゃないですかねでもここへ来てこの風の風の秋祭りで花火が上がったんやなってあげたんやなっていうもうそんな思いでその フリーライブの時はもうお客さん入れられなかった入れたかったけど有観客でできなかった諦めざるを得なかったヒートツアーの時は、まあ、あのできたけどでもあのとマスずつ飽きてっていうあれ寂しかったわな両方が空いてるのは今回横の人がいるとさ知らない人でも「すごいですね」とか「わわ」とか「ね」とか言うてやっぱりすごい楽しさが何倍も違うあーなんかコロナもねみんな旅行も行けるようになってきたし。 みんな乗り越えたなとかもういろんなもう晩閑胸に迫ってきちゃってさもうバッ <laughs> と泣いたかなっていう時にドーンと音がしてもうお見事。 それがね、ね。かなりの音だったんですよ、ね、こ,れこれやっぱちょっと子供さんびっくりするかなとそこまで考えたんですよあのイヤーマフさんとあのイヤーマフって名前がちょっとわからないけど子供の耳を守る、うん、柔らかいヘッドフォンみたいで音を消すんじゃないんだけど柔らかくするっていうね耳を守るための成長過程にある大人の方でも過敏な方いらっしゃるからあのそういうのね。だから、やっぱり、 子供たちこれこれ子どもたちちょっとびっくりするかなどうしたらいいかなって思ったかどうか知らんけど多分そういうことだと思うんですけどもうそこまで考えてるんだわよあの方たちはその本当に思いがそこへね集結されててねいいもの見せてもらったじゃ本当になんかいい推しいいチームを。 あの応援させてもらってるっていうかもうね応援いらんねえなと <laughs>、まあ、私らの応援なんかもういらんなとは思うけどでもこんなにこうエキサイティングで愛ある行動ってどういうことなのかっていうのをあのもう行動で見せてくれてるねっていうのがさもうもう光栄。 I'm so honored to be able to be 藤風ファンね。もう風さんのファンでいられることがもう本当に誇りだし、光栄ねなって、なってる時にもうこれで終わるかと思ったけど、風君帰らなかったんですよ。それで終わったように見せかけて、実はもう一曲言ってね、じゃあやってくれるんやー、ああって、皆さん本当にもう、みんな、みんながもう輝いてる、みんなが素晴らしい、もうみんなアメイズング、アメイズングな存在。だけど、僕もみんなもう人間だから。 <laughs> まだまだだから学ぶこともいっぱいあるからだからこれからもねそのみんなでみ,みんなと一緒にこう学んでいきたいと思うってな,なんかそう,そういうことを入れながらのコメントでそして旅路をやってくれたんですよ私多分旅路本当に一番好きかなそのなぜ風くんが好きですかって聞かれたら旅路なんじゃないかなと思うんですよねいや曲では好きな和もいっぱいありますよんだけどだねちょっとねグレースのあの 歌詞をちゃんとまだ研究しない前に、あの、動画だけ見ちゃうと、あの、あ、もう片くんそこ行っちゃったんか、もう行くんそこへ、みたいな感じ、ちょっと寂しかったりしたんですけど。<laughs> 歌詞見たら全然違ったんですけどね。やっぱり旅人の曲ってさ、あの、本当にみんなあの宇宙の教室で、ね、こんなつかない私たちが、あの、泣いたり笑ったりしながら過ごしてるんだって人間だもの。 <laughs> だけどそこで居直るんではなくてさでもそこでこうお互いにでもちょっと気づきながら学び合いながらちょっとでもいい人になっていきたいなって思う人が増えたらねこの世の中は絶対少しずつ強くなっていくはずやしね僕もって言ってくれたのが嬉しかったんですよね。<laughs> まあ、一緒に行こうとしてくれてるんだなっていうそのんで旅路で終わってくれてそれも嬉しかったちょってそういう話であらながんなまあねさらっとなんていけないですよ。うんはい、以上